この動画はディジキーの提供でお送りします。ここ最近ずっと AC アダプターをちょっと改造してみたいなっていうふうに思ってました。なので今日はこちらの AC アダプターを改造していきます。AC アダプターというのは交流の電圧を直流の電圧に変換する装置のことです。例えばスマートフォンの充電器でコンセントに挿して充電するタイプのものがあると思います。これは AC アダプターです。まず AC アダプターのどこが改造できそうかを見ていきます。これが今日改造する AC アダプターです。で、AC アダプターは、いくつか種類があるんですけども、充電用に使うような 100W くらいの AC アダプターだったら、大体中身は同じですね。この AC アダプターは TDK ラムダのものです。キャパシタとかインダクターで有名な会社ですね。表面には大きめの部品がたくさんあって、で裏面にはチップ部品がたくさん配置されています。で改造できそうな部分はこれを見た限り何箇所かありますね。これは何でしょう、 MOSFET かな。この MOSFET は 2SK10A60DR、 これは東芝製の MOSFET です。で次にこの黄色い部品があるんですけど、これは変圧器ですね。で3つ目のこちら、ヒートシンクがついている部品があります。これは何でしょう、多分ダイオードかな。他にどんな部品があるかというと、ヒューズ、フィルム、キャパシタ、このラベルが貼ってあるんですけど、これは電解コンデンサですね。でこの、黄色い部品、こちらに 15mH って書いてあるんですけど、これはチョークコイルです。でこのチョークコイルのすぐそばに、こちらにダイオード整流器があります。変圧器を挟んで向かい側に、こちらにもまた電解コンデンサがあります。でそのなんか黒い筒みたいのがあるんですけど、これもまたインダクターですね。多分チョークコイルかなんかだと思います。であとは電圧を微調整するための可変抵抗ですね。これはそんな感じの部品がこの基板上に載っています。で裏面にもいろいろチップ部品が載っています。IC 部品が載っているんですけど、これは MOSFET を制御するためのコントローラーです。回路図を書き起こしてみました。これが基本的な回路図です。でいろいろ電圧を変換していくと、最終的には直流 5V の電圧が得られるわけです。 AC アダプターの中に使われている変圧器や MOSFET やダイオードを交換すると、この AC アダプターの効率が上がります。効率が上がるとどうなるかというと、発熱しなくなります。皆さん経験あると思いますけど、充電器使ってると結構発熱するんですね。その発熱が少なくなるので、より省エネになるわけです。実際実験中はこんな感じですっげー熱くなってます。だいたい60度から70度くらいかな。どの部品を性能の良いものに交換するかなんですけども、当然ですけど MOSFET を交換します。で実際にはこのダイオードを使わないで、このダイオードの部分を MOSFET に置き換えると、多分一番効率が良くなると思います。ただそれをやってしまうと回路自体がかなり変わってしまうので、今回はこちらの MOSFET を交換して試します。今回 MOSFET 3種類購入しました。1種類だけだとつまんないんで何種類か試してみます。でまず1つ目がガントランジスタの MOSFET です。ガントランジスタは最近の USB 充電器によく使われてますね。例えばアンカーとか、そういったところがよく使ってると思います。比較的最新のトランジスタでちょっと試してみます。で残りの2種類は従来からあるシリコンタイプの MOSFET です。改造するための部品を購入するのですが、今回もディジキーを使います。宣伝は後にして先に実験します。もともと付いてる MOSFET を取り外します。接着剤で付いててなかなか外れないですね。取れました。ちなみにこれが新しく使うガントランジスタです。ディスコンになってるんで新しくは使わない方がいいです。でこれから電源を投入して、これがですねちゃんと動作しているかを確認します。この端子の部分から 5V 出ていればちゃんと動作しているということになります。で効率の測定はその動作が確認できた後にやります。
なんか裏の部分の抵抗がちょっと燃えちゃってますね。壊れた原因を見つけました。このガンフェットの足の配置が原因です。で、見てください。これ見えますか？ゲートソースドレインになってます。ゲートドレインソースじゃなくてゲートソースドレインなんですよ。普通よくあるやつだとゲートドレインソースが、まあ、割と一般的かなと思うんですけど、これはゲートソースドレインになってました。見えますか？この基板で使えるようにした苦労の後、この足の部分のドレインとソースの部分を入れ替えるためにクロスしてます。クロス配線で新しくハンダ付けできたので試しています。今度こそは動くはずです。Look. ごぼうと、ごぼうと、ごぼうと、ちゃんと動作してますね。 Yes. 効率の測定はここにある電力計を使ってやります。左側から電力が入ってきて、で回路を通り抜けて右側から直流の電力が出ていくわけですけど、その変換の過程で電力損失が発生するわけです。この MOSFET であったり変圧器であったり、このダイオードのところですね。もちろんそれ以外のところのキャパシタとかそういったところでも電力損失は発生します。損失を知るためにメーターで入力の電力と出力の電力を測定します。でその2つの結果を引き算すれば回路でどのくらい損失があるのかが分かります。これはガントランジスタを使った時の効率の測定結果です。ガントランジスタを使ってみたんですけど、思ったよりも効率は上がらなかったですね。逆に下がってますね、全体的に。なので今度はもともとついていたシリコンの MOSFET よりさらに音抵抗の低い MOSFET を使ってみます。MOSFET の性能を表す一つの指標として音抵抗というのがあります。でこれは MOSFET の電流が流れるところにどれくらい抵抗値があるかを示しています。こちらの AC アダプターにもともとついていた東芝製の MOSFET の音抵抗は 580mΩ です。今回新しく購入したインフィニオン製の MOSFET の音抵抗値は 45mΩ です。この抵抗値が低ければ低いほど性能が高いだろうっていうことで、今回なるべく低いやつを選びました。これだけ音抵抗が低いんだから効率が上がるに違いないです。ハンダ付けが終わったので、また電源に接続して動作するかを確認します。ちょっと待ってください。このままだと先ほどと同じ間違いを繰り返してしまいます。なので付け替えた部品の足がちゃんとゲート、ドレイン、ソースの順番になっているか確認します。今回は GDS の順番なんでそのまま使えそうです。爆発はしません。爆発しませんね。で効率の測定結果なんですけど、あれ？なんか効率上がると思ったんですけど逆に下がっちゃいましたね。いい MOSFET を使ったんで上がるだろうって思ったんだけど、そんなことなくて逆に下がっちゃいました。効率が下がってしまった原因がこれです。 MOSFET のゲートとドレインとソースがありますけど、そこにキャパシタがつながっています。実際にここにキャパシタをつなげているわけではないんですけども、この中身を見ていくとですね、なんかキャパシタのように振る舞うなんか何かがあるんですね。そういった静電容量のことを入力容量、出力容量、あとは基幹容量と呼んだりします。一般的に音抵抗の低い MOSFET ほどこれらの容量が大きくなる傾向にあります。 AC アダプターの場合、1秒間に2万回くらいこのゲートに電荷を貯めたり、ゲートから電荷を引き抜いたりします。そうするとこの部分で損失が発生します。ゲート容量が大きくなるほどこの損失は大きくなります。もちろんこのゲート抵抗の値を変えていない場合はスイッチングの速度も遅くなってしまいますので、その分のスイッチング損失も多くなります。じゃあ効率を上げたいのならどうするか。それは用途に合わせた MOSFET を選択することです。むやみに音抵抗の低い MOSFET を選択するのではなくて、音抵抗はある程度高いけどこういった入力容量が低くなるような MOSFET を選ぶと効率が高くなることもあります。ここに2種類のシリコン MOSFET があります。1つは音抵抗の低いものです。先ほど測定したものですね。
効率は下がってしまいました。もう一つは音程庫の高いものです。だいたい10倍くらい高いものを用意しました。これで測定した場合にどのくらいの効率になるかを確かめてみます。効率の測定結果なんですけど、いいですね。なんか全体的に効率がほんとちょっとですけど上がってます。まあ、一般的には音程庫が低ければ低いほどいいと思われがちなんですけど、このデータを見るとそうでもないようです。音程庫が高い MOSFET を使った場合は一見して損失が増えそうですけども、実はそんなことはなくて、逆に損失は下がって効率は上昇しました。今回の動画で言いたかったことは、用途に合わせた適切な MOSFET を選びましょうということです。今回使った部品は全てディジキーで購入しました。この AC アダプタ類もそうですし、こちらの MOSFET も全部ディジキーで購入しました。でこういった半導体部品以外にも、例えば TDK のキャパシターであったりインダクターであったり、そういったものもゲットできます。でこんな感じで選びきれないほどたくさんの品揃えがあります。ということで今日は AC アダプターを改造してみるという動画でした。ちなみに次回の動画はディジキーの方でアップロードします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。